静岡 FM 放送株式会社は静岡県を放送対象地域として超短波放送を行っている特定地上機関放送事業者である。愛称は K ミックス。コールサインはジョク FMJFN 系列局。本社と演奏所は静岡県浜松市中区に、送信所は静岡県静岡市清水区草薙に所在し、 1, 1キロワットの出力で送信され、中継局が9つある。静岡県を放送対象地域とする放送局の中で唯一浜松市に本社を置く。開局当時の本社、演奏所は同市内の円鉄名店ビルにあった。ショッピングビルの特徴を生かし、売り場に面した壁面を一部ガラス張りとして一般公開した。開局後しばらくは、 デパートの中の放送局という触れ込みがなされ、売り場に隣接したスタジオからは、平日昼の自社制作番組が生放送されていた。キャッチフレーズは、Always be with you いつもここにいるよ。FM 東京及びジャパン FM ネットワーク制作の番組は主に早朝、夜間、週末を中心にネットされ、平日は自社制作率が高い。 2019年3月までは、毎月洋楽及び邦楽から各一組のアーティストの楽曲をピックアップして、メガプッシュ、トラックと称して1ヶ月間ヘビーローテーションしていた。メガプッシュ、トラックとして起用されたアーティストが後に、K ミックスの番組パーソナリティとして起用されたケースも多い。2010年からは、ポップスメガプッシュトラックでも、 邦楽アーティストの楽曲を起用することが多くなり、洋楽と邦楽から各一組のアーティストの楽曲を起用するという決まりが実質的になくなっている。現在はメガプッシュトラックは終了しているが、公式ウェブサイト上において2005年から2019年3月の過去のメガプッシュトラックアーティストと楽曲のリストを確認することができる。1993年、 開局10周年を機にステーションネームとして、K、K-Mix を制定。由来は、解消当時は、ジョク、FM、ミュージック、インフォメーション、X コミュニケーションとしていた。一部報道では、未知数を表す X としていた。その後、ジョク、FM、ムーブメント、インテリジェンス、アキサイトメントという意味を並存させるようになり、現在は表だった表明はしていない。 2013年の開局30周年を機に読みは、そのままとして、K、K-Mix へと変えている。なお、系列局である FM 東京や FM 大阪、FM 仙台などとは異なり、放送上では、正式社名の静岡 FM 放送をほとんど用いることはなく、もっぱら K-Mix のみを使用するが、ジングルなどでは、K、K-Mix 静岡と、 サービスエリアである県名を併記させることがあるほか、全国ネットの番組で当局が対象となる場合は、静岡の K ミックスという場合がある。正式名称を用いるのは、プレスリリースや会社概要、シーズナルタイムテーブルの会社紹介の部分程度。所在地の出展、神奈川県は、足柄下郡、南足柄市、小田原市、足柄上郡三北町の一部が、 おおよその放送エリアとなっている。山梨県は南駒郡南部町、南鶴郡のそれぞれ一部が、愛知県は豊橋市と新城市のそれぞれ一部が放送エリアとなっている。その他に、K ミックス所有ではないが、田形郡神奈美町の道の駅イズゲートウェイ神奈美に設置されたスタジオ、イズゲートウェイ神奈美愛スタジオがあり、そこから K、K ミックスライフ、 ライフ、ライフ、を毎月最終金曜日に公開生放送している。企業、団体は、当時の名称。出展、1992年3月31日2003年3月31日、みかんのお水中シリーズ一覧2021年10月、現在。主に FM 静岡時代主に k m ックス系。K ミックス時代2013年4月改編2019年4月改編2020年4月改編2021年4月改編平日週末 FM 静岡時代 K ミックス時代2013年2月以前に終了 K ミックス時代2013年3月に終了 K ミックス時代2013年4月以降に終了ありがとうございます